皆さん、ごきげんよう。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 花江夏樹です。ちりこです。ミントスです。リマです。何？クリムゾンホテルをプレイしていきたいと思います。このゲームなんと4人でできるホラーゲームということで、ホラーゲームハンターリモーネが独自に入手してきた。そうです、僕しか持ってないですこのゲーム。世界中どこ探してもリモーネ先生しか持っていないこのゲーム。俺しか持ってないゲーム。これをプレイしていきたいと思います。皆さん、はい、よろしくお願いします。なんか滑る、なんか滑らないけど、うわ滑るな、このうわ滑るぞこの氷でできてる。これ 足場がヌメヌメしてる。金髪の先生、青い服のシルコ、迷彩ヤンキー、はい、ミントス、俺は頭黄金、めっちゃ美人の女の子だよ。やったー、テンション上がってきたぜ。どうやらストーリーを読んだ限り、この車で俺たちは旅行に来ていた。そしたら急に事故ってこの屋敷に突っ込んじまった。この車パーツが破損している、うん、そのパーツをこの屋敷に調達しに行くという話だ。じゃあこの屋敷から盗むってこと？そういうことだ。オーケー、命には代えられねえ。さあ行くぞ。うわー、お邪魔します。待ってくれ。え、これ誰たかしじゃん。たかし、一心されちまったのか。たかし階段登るととりあえず。たかしの足が、えたかしの足が、えたかし動いた、伸びてる。たかし動いたよ。動いた、右足が伸びたよ。たかし今カクって動いたよ。動いた動いてないよ。よし、俺が、いや危ない、俺が先に行く。ついてこい。まず2階のこの部屋からだ。どうやって開けるんだこれ。ダメだ、開けない。え、たかしがいる。え、たかし、なんでなんでだ、誰だ、おい、しるこさん、またしるこさんは運んだろ。たかし運んだろ、この中に。この2階に運んだろ。俺信じねえぞ。動くわけねえもんな、象が。嫌なんだけど。誰かたかし見といてよ、ずっと。おい、たかし係します。たかし見てる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 、こっち見てる。ほんとだ、こっち見てる、こっち見てるぞ。え、いや、なんかこっち見てる、たかし。ほんとだ、たかしずっと明かり消したら、たぶんたかし来るんだ、こっち。明かりを当てないでいると、もしかして近づいてくる？あ、ほんとだ！変な構えになった。ちょっとみんなで後ろ向いてみない？一回。じゃあ、せーの。ドアの方。はい。あれでもたかし大丈夫。いやいや、じゃあ気のせいだったんじゃない？気のせいだった。そこにいたんじゃない？ちるこさん、それは困るぜ、ほんとに。すぐ壊せを進んでんから、ほんま。待って、ちょっと鍵とかないのかな？お、鍵ある。鍵ある。オーケー、俺がもらおう。赤い部屋の鍵だ。じゃあこの赤い部屋行こう。え、こわ、なんか任せろ、俺に任せろ。え、なになに、あ、フォーク、フォーク、え、あ、こわ、みんなあされあされ。あったよ、鍵あった、あったよ。え、開けて開けて。え、ちょっと待って、なんか声聞こえ、たかし、たかし、たかしいる。廊下にたかし来てる。残り廊下にたかし来てる。廊下にたかし来てる。待って待って、やだやだ、後ろ、うわー、どこ、何、何の音、この部屋じゃない、この部屋じゃないの、この部屋から聞こえたよ。その部屋、開けて、開けて、いないよ、誰もいないよ。なんで、なんかいたよ。あ、鍵あった、鍵、ベッドの上に。マイク？たかしはちょっと怖い。ちょっと待って、これたかし通っていかないとダメだね。ちょっともう早めに。ああ、待ってくれ、先生がいる。あ、違う、これしるこさんだ。しるこさんが倒れてる。え、しるこさんいるよ。なんかこいつやばい、ナイフ持ってるぞ。ほら、消えた。怖い、これ見える光景違うんじゃん、とったけみんなにね。マジ？そうなの？え、めっちゃ怖いやん、こんなん。赤い部屋同士繋がってるわ。うん、なるほど、そういうことだ。次、あのくすんだ灰色みたいな部屋、これ。待って、置いてかないで。くすんこい、これは。開けるぞ。開いたわ。行きましょう。やんでよな、ちょっとビビりすぎじゃないのかい？4人いるんだから。うわ。え？石仮面。やばい、ディオ出てっちゃう、ディオ。あ、鍵あったよ。お、何色？青。鍵取った？取ってないよ、取って。あ、オッケー、オッケー、取る。これでも像、可愛くない？割と。これ可愛い。かぶっていきます？重いからいいかな。車の部品的なの何もないね。そういえば、やばい。どこですよね。車の部品一個も見つけてないな。いや、まあこれから、この屋敷広いんだからさ。ないね。扉ありますよ、ここ。扉。こっち扉とりあえず行くわ。あ、広い部屋。現ナマ。
どっち行った？あ、どこ行った？あ、たかしいた！びっくりした。たかし、たかしどこにいる？たかし、さっき見た。うわぁ、なんなのあれ。いやいや、ちょっとポリブロックすな。視界が、こっち行こうよ。こっち行った？え、どっち、ちょっと待って、置いてかないでよ。え、こっち行ってるよ。こっち、あれ、なんかここさっき来た？あれ、確かに。あれ、なんか見覚えあるような。あ、いやでも初めてか。戻ってんのか。この像ちっちゃくなってる。なんかぐるぐる。たかしだよ。え、どこ？どこどこどこ？え、うわー、たかし入ってくるとこ見たぞ俺。マジか。ちょっとなんで置いてくんだよ。だから待っていくなよ。いや、たかしとなんか夜あれじゃね。あったあった、ここだ。あったあったあった、いいですね。あれだね、お化け屋敷のアトラクションみたいで、入り口から入って出口出てくるみたいな。あ、鍵あるよ、鍵。あ、鍵、持ちます。部品あんのか？俺たちが部品ってこと？次、青い部屋、青い部屋。あ、ここか。うん。いや、そろそろ。わー、高橋階段の上まで来てる。似たような部屋だな、毎回。あれ？ここさっき来ませんでした？いや、でも、似たような部屋だけど違うと思う。マジっすか？あ、違うか。あ、ないですよ、ここ。あ、違うね。うん、食器なんてなかったですもん、さっきまで。気がある。ん？これどっち行きます？左ですか、右ですか？左から行こう。左から行きます。了解です。あ、戻ってきた。うわ、たかし。じゃあ。いや、なんかもう子供騙しだな。たかし、子供騙し、ヒエ。意味わかんねえ、どういうことじゃんって。もう、たかしはね、子供騙し。たかし、子供騙し。何も拾えないね。何も拾えないじゃん、パーツ。たかしの足元は歯だし。え、な、な、待て、待て。あー、待て待て、女いた、女の悪霊、悪霊いた。いない。違う、開けるよ。ほら、いるじゃん。襲ってこないぞ。じゃあ、順番に誰か、肝試ししません？ちょっと今の誰？やばい。ちょ、シルコさん、シルコさん、シルコさん、行ってこい。俺の。え、行ってこい。体でぶつかってきて。ぶつかってきて。おー、何？リフルだ。あー、シルコさんが、シルコさんが。なんでだよ。高橋に食われてる。待って、俺高橋急に目の前高橋来た。俺しか動けないじゃん、まともに。マジか、やばい。ちょっと早く。何これ、俺に高橋のかかとブツブツ当たってんだけど。何やってんのそれ。え、何これ、動けなくなったんだけど。一緒にしてるだけじゃん、みんなさ、開けて。高橋の早く動けや、マジで。いや、あ、何やってんの。動けないよ、もう。分かった、俺ね、シルコさんね、あ、これ撃てきた。あ、動けてきた。俺も助けて。蘇生して。俺が蘇生してる。なんか声聞こえるけど。あ、オッケー、蘇生した。やばい、左からも幼女来てる。幼女が。ね、幼女見た、今幼女。ね、幼女いたよ、幼女。助けて。俺動けない。助けて。なんだこれ。なんだこの。なんか、監視カメラみたいな鍵になっちゃった。待って待って、俺動けなくなったんだけど。助けてくれたとかじゃないの。ちゃんと待って。え、これ殺されてんの？いいで、蘇生。いいです、蘇生できた。いや、でもね、ダメだね。いるじゃん。ここさ、いけないんだよね、ここ。だからいるから。じゃあ、やめようぜ、一回ここじゃ。やめよう、ここ、ちょっともう。え、あの、じゃあ俺、ここで、あれ？いや、ちょっと待って。よし、高橋を引きつけてくれ。高橋を引きつけてくれ。遊んでな。いい押しっぱなしで、なんか、救助できたよ。そう、さっきヘルプ行ったんですよ。できないんだって、あの人は。ミントさんもうダメなんだって。高橋になっちゃったの、ミントさんは。ここ来たよね、さすがに。あれでも、あ、こことあそこが繋がってんのか。たかしから後ろからいきなりなんかケツ顔面でなんか。あ、鍵あるじゃん、ここ。お、マジ？最後の鍵。よし。おっしゃ、行こう。ていうかさ、たかし引きつけてくれてるから結構余裕じゃない？確かに。もうすね。頑張って。たかし俺が持ってるからさ。あれじゃない？あ、これか。こう行ってなくない？これ行こう。あ、オッケー。あー、行ってないね。だよね。ガソリンあるよ、ガソリン。取れない。これさすがに取れんじゃないの？あ、来た、取った。何取った？ガソリン取ったよ。あ、ガソリン取った？ナイスー。取った。神。これさ、本当はさ、もっと集めるアイテムもしかしたらある？
あったのかな。一回車も一回じゃあもろ一回車行くか。何がこれでなんか脱出できちゃったらもうさ。確かに。どう。タイムリーじゃん。おここじゃない？入れた。入れたような音したような気がする。したよね。ちょろちょろちょろって言ったよね。でもはあともう一個ぐらい同じのあるかも。もしかしたら。ハーフなんとか出てたから半分しか入ってないかも。じゃあ一つずつ行くか。なんだあと。必要あバッテリーじゃねこれ。あバッテリーや。あ来た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 。バレ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 。オッケーオッケー。見落としてたね。一つの部屋に一つ。うわうわ。うわ。俺それっす。まだ高橋と遊んでんの？高橋遊んでんすよ。待て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 。どうしたどうしたどうした。君の進んでったちょっと後ろも一回ちょっと戻って一回戻ってみて。え俺にしか見えてないのあいつ。え？何？いやなんかもしかしているんだよそこに帽子かぶったおっさんがよ。いや俺には見えないけどな。やばやべ俺しか見えてねえ。タカシのこと違う全く知らないおっさんがいんだよ一人。嘘つけよ。助けてくれマジで。俺をビビらせようたって嘘はいかねえぞ。お前すぐ左にいるんだって。ここ家見えてんだよ。そうだ違うそこにすぐ目の前にいるぞ。え左え？いないよ。いや、いるから、ダメだ、そっちまでやめよう。なんでだよ。いけない、俺、そっちに怖すぎて。早く戻ってこい。わかったよ、戻るよ。無理だよ。無理だよ。まったくさ。いや、マジだって。先生もいいじゃん。分かった、分かった、もう。マジだって。ちょ、先行かないでよ。なんでだよ。先行かないで。手つないどけよ、ちゃんと。ちゃんとやって、じゃあ手つないでよ、早く。二人しかいないと思って、一応ちょっと始めた。ほら。もう一人で行かないでよ。かわいいな、もう。早く進めろよ、ほんとに。こっちじゃないな、こっちだ、こっち。じゃあ、俺割と無敵なのかな。かもしれない。俺だけが。存在ほら、いるんだって、そこにおっさんが。ここの話ね。そこにいる。こっちか、こっちか。ダメだって。こっちだったのね。ここにいるから。じゃあ、でもここのあれはバッテリーもう取ったから、オッケー。別な部屋、こじゃあ別な部屋。あ、ここ繋がってんのか。繋がってる。一つの部屋に一個みたいな感じじゃない？いや、多分そうだよね。うん、だから一個見つけたらオッケーよ。ちょっと違う部屋探すか。行こう。最初に入った赤い部屋行こうよ。じゃあ赤から行くか。待って。え？何？あれ？ちょっと待って。ちょっと待って。かが。押されてる。鏡の世界から。くぞ。どこだ？ここ。入ってる。やべ。帰れ。よし。これ明かりで照らせば、大丈夫。ガスマスクしてるじゃんこいつ。やば。やば。実はこれで全部揃ってるとかそういうことない。じゃあ入れてくるわ俺。オッケー。俺もバッテリーじゃ。ぶちかますわ。とりあえず燃料はもう前回まで入ったね。バッテリーインストールト。あとタイヤよ。あやっぱりタイヤか。タカシをタイヤにすればいいんじゃない？確かに。ね。丸めでさ、タイヤにそうだよね。つけていけばいいじゃんね。ちょうどタだしね。ちょうどいいじゃんね。タイヤのタタカシのタ。鉄道すぎんだよなタイヤみたいな。あった。ええどこ？あったよ。出るぞ。見つけた？見つけた。オッケー。ナイス。その前にさ、あのおっさんやってみてよ。何のおっさんやってみて。あの全然喧嘩売り行こうよ。つけて。はい。お、来たよ。よし行こうぜ。なんか廊下にいたけどねさっき。あ、俺いるじゃん。いないよ。いやいるって。いないんだって。じゃあちょっとお願いしていいですか。やばい。え？え？なんか今、はい、こうおっさんがね、うん、ここにずっとこうやっていたのこうやって、ここにこうやって見て、俺が近づいたらこっちこうやって見て、パーンって音鳴っていなくなった。よし帰るぞもう。よかったよ、おっさんの悩み解決したね。そうだね。確かに、このまま帰ってもね、トラウマを植え付けられて、人数は二人になっちまったが。はい。よいしょ。はい。じゃあな。はい。じゃあな。うわ。あ、このおっさんほら。これこいつ、あ、この人終わったみんなで協力して、なんとかクリアできたというか、うん、なんでぜひ皆さんも友達と一緒にプレイしてみてください。それでは、またお会いしましょう。さよなら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 。